こんにちは。お、おはよう。おう、おはよう。配信してるよ。あ、マジ？マジ？これしてなかった。あ、大丈夫ですか？オフプリコが、オフプリコが、やべやべ、オンにしないと。やべ、全然オンにならない。え、マジ？うん。頑張ってください。頑張ってください。ちょっとなんか、はい、配信の、あ、なんか配信のスッキー入んねえな。テンション入んねえな。いや、入ってるだろ、それも。配信やめとくか、今日夜。いや、もうやってください、やってください。僕がアーカイブ見るんで。うん。マジ？やって。いや、なんか配信の感じじゃないな、今日。何しに来たんだよ、じゃあ。いや、なんか配信、なんかな。うん。普段配信、ちょっとな。いや、みんな待ってますよ。マジ？マジマジ。僕が待ってるもん。言うほど待ってるか？いや、待ってるね。結構見てますよ、本当に。あ、そう。先日だって、メンバー登録はしてないんですけど、メンバーのアカウントにフォロリクを送りました。じゃあ、承認するわけねえよ。許されるんかなと思って、ちょっと。いや、許されない、許されない。あ、そうなん、ダメなんか。うん。マジで？いる？あ、じゃあ、ちょっとメンバー登録しておきます。いや、いいよ、別にしなくて。配信しました？そろそろ。いや、ちょっとまだ。まだ？あ、まだ。マッチングしたわ。まあ、そうなんや。じゃあ、この間に。うん。うん、じゃ配信しといてもらって。いやー、ちょっと、なでもな。うん。きついな。きついか。嘘。5-5いきますよ、この後。まあ、5-5、そうね。そうね。5-5、3-3って感じだな。どういうこと？まだ今の段階では。ああ、まあ、5人じゃない、まだ。3-3ぐらいか。7拍子って感じかな。もうよくわからんのよ。だから今からレレイさんが反対行くからエールですよ。あー、そういうこと。ピッ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 。ありがとうございます。あ、じゃあ行ってきます。はい。さあ、エールいただいたんで勝ちますか。赤スタートか。見えない？いや、右に流れた今。なんか右に流れたように見えた気がした。気のせいかもしれない。あー、合ってた。これ義士っぽいな。多分。いや、墓守りの可能性もあるか。どんだけいた倒すなら。まあ、どの道追わないんで。関係ないんですけど。で、ここに一人。はい、シール。あれは胸像？いや、本人だな。ないね。あ、なんか引かれてる人いるんだけど、そこに。あ。やったー。おら。これはまあ、鬼没で機械技師を捕まえた分、みたいな感じでね、撃っちゃってもお尻が来るんで。一発与えておきます。これで、近くにいる傭兵じゃなくて、遠くにいる墓守が救助に来ないといけなくなるので、そう、こうなるんで。で、墓守がね、あの奥に湧いてたはずなんですよ、多分、おそらくきっと。なんで結構遠い。やってきた。写真撮って。あー、入れときたかったな、一発。まあ、いいか。裏にあるんで。
はいはいはい、島まで行って小枝ダウンね。で、墓守をダブルダウンにしておいて、駆除来るかもしんないですね、裏、時間あるんで。うわ、なんか怖いな、この電車。動かないでね。怖っ。なんかいるな。あ、まあね、墓守駆除したんだ。まあいいですけどね、後々楽になるんで、僕が。で、見捨てなんだけど、多分祭司がその辺に潜んでるんだよな、これ。なんで、ここは待ちましょう。だから人形出てないのかな、これ。もしかして。なんか、操作してる音が聞こえないですね。うわ、マジ？プロゲーマーだわ、それは。やばすぎでしょ。でもいいかな、別に、正直。残念、秒数計算してます。全員負傷状態みたいなもんなんで、ここに一人いるけど、まあ、離れるだろうから、でスコープ使わせて帰ります。祭司が今一緒にいる。あ、もう電車めっちゃ邪魔。赤森か、こっち。カラス飛んでた。まだ暗号ピンつけてないのか。はいはい、そこに一人。ボロタイ使わせたいっすね、とりあえず。けん。これで一人救助来させてみたいなね、流れにして。いいお部屋もボロタイないし、もう向こうの暗号機かこっちの暗号機どっちかを守ればいいんで、僕は。はいはい、こう回ってますね、暗号機。そうで、あそこでそのなんかやってても危機一髪に離れられて解読気圧がかからないんですけど、こっち側に来て採取捕まえてダウン取ったら危機一髪で使わせた後なんで逃げられないんですよね、この暗号機から、っていうね、やつです。あ、もしかして裏にいるだよねー。気配を感じた。あの子もうスコップないよね。
わ、めっちゃいい音してる。足音ある。足音？足跡。うわー、やめろ。やめろ。いた。あ、危ない。帰ってこない。エイミー、ありがとうございます。